さっき見たんだけど、モント様たち出陣してた。本当に？ああ、気づかれなくてよかった。気づかなかったんじゃないよ。きっと私らなんか戦力に入ってないんだ。そんなことは。じゃあどうして私らを探そうとしないんだよ。イエルマってもしかして見つけて欲しかったの？あ、私らこのオイスで死に物狂いで戦ったよな。そうね、リオニスに来たばかりの時は足手まといだったけど、今はそこまでひどくないと思う。当然だろ。だから私らはこの城を防衛するため派遣されたんだし。でもその任務はもう終わったんだよね。え？じゃあもう用なしってこと？モント様に探して欲しかったんだと思う。君がいてくれたから勝てたよなんてことは言ってもらえなくても。そうよね、一緒に戦ってくれてありがとうぐらい言ってくれても良さそう。私はさ、あいつらがいれば心強いんだよなって言って欲しかったな。うん、それぐらいのこと私たちしたよね。なのにそういうのもなし、全くなし。私たちは所詮使い捨ての駒だったってこと？本当にそんな風に思われてんなら、私リオニス抜けるから。まさかそれをモント様に確かめに行くつもり？そうだよ、文句ある？そんなことない。私だってじゃあ行ってみる？行こう。ランダル軍が迫ってきやがったな。どうする？必要とあらば強烈な一発をランダル軍のど真ん中にぶち込んでやるが。いいえ、その必要はしばらくなさそうです。ほう、来ましたね、援軍か。武器商人ギルドに潜伏させていた者たちです。俺はアボット、よろしくな。エルドリックだ。私はルメイドで、こっちがラメイガ。ルティアルはどうなりましたか？すでに教会に。ほう、そうですか。無事で何よりです。もう一つご報告が。何でしょう？巨大クリスタルからの魔力抽出作業が最終段階に入りました。ですがそこに帯同させたシュテルが
シュテルに何かあったのですか？ささやきによればリオニスの残党と遭遇し寝返ったそうです。下手するとこの戦にも姿を現すかもしれません。心配には及びませんよ。シュテルには魔勝負を通じて強力な邪気を植え付けてあります。あれを浄化できるものは簡単には見つからないでしょう。つまりシュテルはまだ私の可愛い息子のまま。サーダリー様、遅くなりました。カムラルとジノークですね。あんたらもその格好、リケロスか。リケロスの悪戒、部隊長のカムラルだ。そしてこちらが部下のジノーク。なるほど、国を滅ぼされた恨みをここで晴らそうってわけか。そういうあんた、ウェズエットからか。ヒョウガ、部隊長、アボット。ナウテの砲撃手か。こいつは心強い。これで役者は揃ったようですね。手段は問いません。ジェーダンの首級を挙げた者に望む褒美を取らせましょう。さあ行くのです。何か想像してたのと違うね。ああ、そうだな。僧兵とランダル兵たちが入り乱れて戦う様を思い浮かべていたんだが、なるべくランダル兵がいないところをって走ってきたんだけど、もしかしてこのチョコボが速くてモント様追い越しちゃった？一番速いチョコボを貸してってマクラットに無理言ったのが裏目に出たかな。見回しても普通の村人っぽい人がふらふら歩いてるだけだよね。ねえナーシア、本当にこっちの方角でいいの？もしかして私の方向感覚を疑ってるの？あんただから疑ってんだよ。ひどい！勝手に戦闘にさせられた私の気も知らないで！勝手にって、最強のパラディンなら普通そうなると思うんだけど。こんな平原の真ん中で迷ったとなるとは。エトワ、お前誰よりも鼻が利くんだよな。モント様の匂い、どっちから漂ってくる？どうした？見つけたか？汗臭っ！汗臭い？どういうことだ？あら、前から来るのって。
あの人たちってもしかして、やばっ。俺はランダル第二部隊、煉獄の部隊長ラルド。こちらはシュナクだ。そなたらはリオニスだな。え、そうとは限らないんじゃないでしょうか。違うのか。に勝てるわけないよ。見るからに悪そうな面だな。さすがランダルだぜ。え、でも右の人って結構好みかも。聞こえてるんだが。勘違いしないでくれ。俺たちランダルは今、お主らリオニスとやり合おうとは思っておらぬ。え、どういうことだい。先刻ジェイダン様がモント殿とお会いになった。モント様が。モント殿はこう言われた。ランダルは敵だ。正面から喧嘩売ってる発言ですよね。だがランダルを潰すのは迷える民たちを救ってからだとも言っていた。迷える民？あ、それってもしかしてこの辺フラフラしてる村人のこと？そうだ。彼らは各地の領民、ただし教会の信徒だ。ちょっと待ってください。まさか信徒たちが戦場に駆り出された？いかにも。そんな何の罪もない人を戦に巻き込むなんて。ああ、絶対に許せないな。でも、どうしたら彼らを助けられるんだろう。さすがはリオニスだな。考えることが王と全く同じだ。え？じゃあ、モント様は信徒たちを助けるために戦場へ戻ってきたんですか？それがモント様の目的？あの、一つ聞かせてほしいんですけど、モント様が今どちらにおいでかご存知だったりします？モント殿を探しているのか。まあそういうことになるかな。我らは撤退するサーダリーを追撃している。ここが最前線だ。じゃあモント様はここより後方ということになるわ。じゃあ私たちモント様を追い越してきちゃったんだ。待て、僧兵どもが来る。おお、なかなかやるな。え、
俺は世辞は言わん。まあこう見えても私たちリオニス第一部隊勇壮の一員ですからね。勇壮、シュテル殿の配下か。なるほど、鍛えられている理由がそれで分かった。シュテル様のことを？いや、噂で伝え聞くだけだ。侍の王殿に鍛え上げられた戦士だと。ええ、本当にすごいお方なんです。でも今は行方知れずで、多分教会に。ならば余計にこの戦には負けられぬな。サーダリーを撃てばきっとシュテル殿は戻ってくる。そうですよね。私頑張ります。さっきの話の続きなんですけど。なんだ？モント様は教会の信徒たちを救出するためにこの戦場へ戻ってきたと。ああ、どうやらそうらしい。あんなに深い傷を負っていたのに。だから僧兵は容赦なく倒すが、信徒たちには指一本さえ触れずに置こうとしている。信徒たちはサーダリーに妙な術をかけられているのだろう。おぼつかない足取りで歩いているだけだと油断していると。襲いかかってくる。そうだ、それで何名ものランダル兵が命を奪われた。モント様はそんな危険を顧みずにこの戦場に。だからこそ私たちにお声をかけず出陣なされた。なるほど。そなたらがなぜモント殿の本体を探しているのか、それで分かった。シュテル殿のいない今、勇壮は形骸化している。そこでそなたらまで失っては戻ってきたシュテル殿に申し訳が立たないと。そう考えたのではないか。そんなことまでモント様は。いや、勝手な想像だが。さあ、どっからでもかかってらっしゃい。最強のパラディナーシア水産。あの勇壮の盾があんたたちの攻撃なんか全部弾き返しちゃうんだから。そっちから来ないならこちらから行くわよ。リリシュ殿とラマダ殿、またお会いしましたね。アラル、あんたか。バラル、前に話せなかったっけ。私がリオニスを抜けてラマダと出会った時のこと。そこで出会ったのがこちらのバラルですわ。あの時は敵同士でしたがね。あんた会いたいって言ってたよね。こちらが。ランダルは第二部隊煉獄、
中将のバラルにございます。一度お目にかかりたいと常々思っておりました。あなたのことはリリシュたちから聞いている。ランダルの中にも戦を嫌い、世の中からなくしたいと考えている男がいると。本当、なんであんたがランダルにいるのか全く理解できないよ。あら、私はそのようには思っておりませんわ。突然一人で城に現れた私に、ランダルの方々は温かく接してくださいましたし、それにジェイダン殿はレズエットまで兵を率い出陣くださった。まあそれはそうだけどね。あなた方は私たちランダルを西の脅威などと言います。ですが私たちにしてみれば、ランダルよりさらに西にこそ本当の脅威があると考えます。さらに西に、どういうことだ？ご存じないのも無理ありません。ランダルの西方にはこのアードラ大陸を東西に二分する巨大な滝があります。その滝の上に。おしゃべりが過ぎたようです。あなた方もやがてその脅威に直面することでしょう。私たちランダルは人を殺めることを好いているわけではありません。ジェイダン様もまたこの世から戦がなくなればと考えておいでですから、あなたと同じように。お目にかかれて本当によかったです。この戦が終わってからまたどこかで。そういえばサーダリーのもとに援軍が到着したとの報告がありました。どうかお気をつけて。この世から戦をなくしたい？んなことランダルが言っても全く説得力ねえな。お前が人のために戦いたいというのと同じくらい信用できぬな。そんなことないだろう。俺はいつだって正直に生きてきたし。お前が正直なのは自分の欲望に対してだけであろう。モント様、どう思う？わからない。それに今はそのことについて一切考えるつもりはない。サーダリーを撃つ、そこに集中したいんだ。あれれ、モント様、君たちは。お前たちがここにいるんだよ。ラルドーたちに聞いたんです。ラルドーというのはランダル第二部隊煉獄の。はい、見た目はあれですけど、とても親切にしてもらって。私は断然シュナクさんですね。誰もそんなこと聞いてないよ。シュテル様がおいでにならなくても、私たちは第一部隊勇壮です。頼りなく見えるかもですが、ランダルの人たちにだって褒めてもらいましたから。
絶対にお役に立ってみせます。だから。ありがとう。城を出る直前まで迷っていたんだ、君たちを連れて行くかと。君たちがいてくれるとはとても心強い。やったー。第一部隊輸送遅くなりました。よく来てくれた。情報によればサーダリーの元へ援軍が到着したらしい。だがひるんではいけない。何としてもサーダリーを討ち、罪のない民衆たちを救うんだ。行こう。必要以上の発砲だ。どういうことでしょう。敵側を勢いづかせる何かがあったとか。砦を放棄したか。まさか。では援軍は来ず、我らはここで孤立するというのでしょうか。それがどうした。どうしたって、このままでは。奴らの策が分かった。策が。こちらの弾薬が切れるのを待っているのだ。なるほど。それでこちらを挑発し発砲してきたわけですか。しかし敵の策が分かったところで打つ手がなければ。お前はうるさい。何をする。敵の射撃の速さ、精度はこれで分かった。よく訓練されている。所詮は低基地の技術、脅威とはなり得ない。ルシア様。先ほど岩から蹴り出された僧兵がいたな。ええ、仲間割れでしょうか。メルニアの仕業か。こちらの銃撃の技量を測ったのであろう。まさか仲間を犠牲にしてですか。メルニアとはそういう女だ。
者様！大したことはない。しかし自分がおとりになります。やめておけ。ですがこのままでは。焦るな。先刻のことを思い出せ。先刻の？なぜメルニアは自分の身を危険にさらしてまで我らの攻撃を誘ったのか。己の速さと正確さに自信があるからだと思います。そうだな。だがそれだけではないと思うのだ。ではやはり弾薬が。可能性はある。奴は勝負を焦っているのかもしれない。動きが止まった。こちらの弾薬が残り少ないと読んだか。なるほど、あのルシアという小娘、なかなか興味深い存在だ。想像していた以上に冷静で狡猾な部分もある。だが奴らを岩陰から誘い出す手は他にもある。その時ルシアとやらは果たしてどう出るか。ルシア様、背後に多数の人影。人影？僧兵ではないのか。いえ違います。どうやら信徒のようです。信徒？クリスタル教の信者どもか。中にはランダル領の村の者たちも。クリスタル教の信徒か。サーダリーめ、ランダルの村の者ならば我らが手出しできないと思ったか。だが今は前方のメルニアに集中するのだ。メルニアめ、自分からは仕掛けてくるつもりはないか。ならば我慢比べということになるぞ。後方よりクリスタル教の信徒たちがさらに接近。どういうことだ。我らに危害を及ぼさぬのならなぜこの者たちはここに。ギレールだ。俺の幼馴染の。シエラもいる。故郷の村で隣に住んでいるスターンの一人娘で。なんだと。やめろ。撃つな、無抵抗の相手を。ならん。それが奴の策だ。メルニア、村の者たちを使って我らを誘い出すつもりか。許さぬ、絶対に。
メルニア。暇つぶしにはなった。どうした？早く殺さぬか。貴様を始末するのに銃など必要ない。なんだと？切り刻んでくれる。ラニルか。サーダリーが砦を放棄いたしました。知っている。ジェーダンはどうした？ジェーダンのランダルはそれを追っているのよ。では、このルシアとやらの正体はジェーダンに見捨てられたということか。結果として。ではお遊びはここまで。ルシアの首を見上げにジェーダンの元へと向かう。そうはさせぬ。弾が。死ね。もう邪魔者はいない。そうかしらね。お前は勘違いしないでよね。あんたを助けるためにやってきたんじゃないから。